それぞれのクレーンを IP ドメインに変換するため、必要に応じてルータに相当する装置を IP ドメインの前に設置します。デジタル AV クレーンはセットトップボックス STB、クラス環境クレーンはエコーネットのゲートウェイのようなコントローラーが置かれることがあります。そして IP ドメインに接続されます。IP ドメインはこれまでに学んできたネットワークの構造になっています。ルータで外部のネットワークである通信アクセスネットワークと接続され、ハブによってそれぞれのクレーンが結ばれ、相互に通信が行われました。テレビやラジオの放送は、放送系ゲートウェイを通して関連するクレーンに配信されます。このことによって同じネットワークにさまざまな機器が接続され、機器を連携して利用できるようになります。さて、ホームネットワークを構成する機器について考えましょう。このネットワークを構成する機器は4つの機器クラスに分かれています。まず、ホームアクセス HA です。ホームアクセスはアクセスネットワークとホームネットワークの IP ドメインを接続する機器のクラスです。IP 電話網やプロバイダなどをホームネットワークに接続する機器です。インターネットプロバイダや IP 電話網を接続するためのモデム、メディアコンバーターなどのホームゲートウェイと呼ばれる機器が該当します。次にホームブリッジ HB です。ホームブリッジは IP ドメイン内での無線 LAN と有線 LAN を接続するブリッジやルーター、機器を接続するハブの機能を提供する機器のクラスです。家庭内 LAN を構築するためのルーター、無線ルーター、ハブなどが該当します。そして、ホームクライアント HC です。ホームクライアントは、固有プロトコルドメインの各プレーンと IP ドメインを接続する機器のクラスです。IP と固有プロトコル間の信号変換の機能を持ち、IP ドメインとプレーンの両方のネットワークに接続されます。放送と IP ドメインの両方を接続できるデジタルテレビやハードディスクレコーダー、CATV や衛星放送、テレビ放送、ブロードバンド、VOD などの IP 放送の放送信号を受信して、テレビで見られる信号に変換する装置である STB、セットトップボックス、パソコン、白物家電のコントローラーなどが該当します。最後に、ホームデバイス、HD です。ホームデバイスは固有プロトコルドメインのプレーンに接続される機器のクラスです。機器の用途や目的に応じてネットワークを構成するために使われる通信方式が異なっているため、直接 IP ドメインに接続できないことがあります。このため、ホームクライアントの機器と接続することで IP ドメインとの通信や他のプレーンとの通信が可能になります。今日の授業ではホームネットワークについて学びました。家電などの機器を構成するために使われている組み込みコンピュータや ITU キー勧告 J190 によるホームネットワークについて学びました。次回は最後の授業になります。本科目のまとめとして、ネットワークコンピューティングについて学びます。
放送大学では現在2015年度10月入学生を募集しています。認定心理士を目指すためにとにかく自分の力でできる限り頑張ろうと思いまして、自分のペースで自由に、それとまあリーズナブルな、あの取りたいっていうと、いろんな生徒に対して対応できるようにっていう力をつけたいと思って、まあ、勉強しようと思いました。大学卒業、資格の取得、生涯学習など学ぶ目的は様々です。出願は8月31日まで受け付けています。詳しくは放送大学ホームページをご覧ください。こんにちは、主任講師の相田です。2回から13回までは現在私たちの身の回りに見られる製品や設備などを各回のテーマとして取り上げました。最後の2回では材料を総括的に取り上げます。今回は材料評価とコンピューター設計です。コンピューター設計については宮本先生に教えていただきます。宮本先生、よろしくお願いします。宮本です。コンピューターを用いて材料を原子分子から捉える研究をしております。よろしくお願いいたします。それではまず材料評価についてですけれども、第1回でですね、材料特性の種類と機能を表すキーワードを学びました。それをパターンで見てみたいと思います。実はこのキーワードに対応するようないろいろな特性ですね、これが材料評価でも、材料評価のキーワードになっているわけです。例えば引っ張り強さについては第2回で、学びましたし、第3回には熱伝導度、第5回には磁性、第8回には電気伝導度、第9回には光の透過度などに言及をいたしました。で、その他にもですね、いろいろなこの評価機能を表す特性に対応する評価があるわけです。で、これらの機能の評価は生産の現場で大変重要でして、それについては専門別に専門書がございますので参考にしていただきたいと思います。で、今回ですね、特にですね、材料評価の中で、こういう機能の評価とはさらに詳しいですね、原子分子の評価について、お話ししたいと思います。で、その関係を示すのにですね、最初に第1回のに使ったですね、三層構造についてですね、見てみたいと思います。今私お話ししましたのは、この普通私たちが目に見えるような製品というのが、地上にあるとすれば、地下1階の部分にですね、それを支えるような基礎材料がこう、あるわけです。で、それらの評価があるわけですけれども、それをさらに原子分子のレベルでもっていろいろ論じてきたわけです。で、先ほどお話ししましたのはこのレベルでの評価だったわけですけれども、これからお話しするのはこのレベルの評価、原子分子での評価です。で、これをきっちり評価することによってですね、最終的な製品の設計もできるわけです。それから今日の後半でですね、宮本先生にお話しいただく部分は、この